はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。あのね、主要国まあ G7 もそうですけど、 G7 の他に中国、ロシア、あとはどこでしょうねインド、あたりのですね、トップでですね、一番長く在任しているのは誰かというとね、これはロシアのプーチンなんですよ。これ多分20年以上もやってるんです。22年やってるのかな、やってるわけですね。で、その次誰やねんって言ったら習近平なんですね、中国の。その次誰やねんって言ったらですね、その習近平とね、並ぶのはキム・ジョンウンですけど、キム・ジョンウンは主要国とは言えないんで、あそこは。まあ、ほっときましょう。で、要はトップ2がプーチンであり習近平なんですね。共に独裁者です。で、国家元首というのはですね、長くやればやるほどですね、景気が積み重なってですね、どう言いますかね、その、箔がついて、こう、まあ、なんていうか、間違いがない判断ができるようになるかというと、そうでもなさそうですね。プーチンは20年目にしてですね、ウクライナを始めましたね。で、習近平はですね、もう11年なんですけど、11年やっててですね、ちっともですね、対外的にですね、こうなんていうか正しい判断をしているとは思いませんし、国内の政策でもですね、あれですね、ゼロコロナとかですね、間違いばっかりやってるような気がしますね。一帯一路も失敗しますしね、大体間違ってるような気がしますけど、まあだから長くやって経験を積み重ねたからといってですね、どん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 ですね、磨かれていくかというと、そうでもなさそうですね。で、これは中央日報でございまして、これ29日15時54分に出る。中央日報自体はですね、お隣さんのメディアですけど、習近平闘争精神発揮せよ、大使召集して戦狼外交強調という記事が出ました。このお隣さんのメディアも時々ですね、こういう視点のですね、鋭い記事が出るんですけどね、これ日本のメディアにはこのようなですね、記事はなかったような気がします。中国の習近平国家主席が27から28日に北京で5年ぶりに開いた中央外事工作会議で闘争精神を発揮せよと指示したと党機関紙人民日報が29日報じた。習近平第3期2023から28の中国の外交基調を提示する拡大交換庁会議で闘争を強調したことを受け、戦狼外交と呼ばれる中国の棘のある外交が続くだろうという見通しが出ている。今回の会議は習近平執権以降2014年と2018年に続いて3回目の開催だ。人民日報によると、中国統制は今回の会議で過去10年間中国は対外工作で少なくない大きな風浪をくぐり抜け、困難と挑戦で勝利したとし、外交戦略の自主性と主導権を顕著に強化したという辞表が出てきた。国際的影響力、革新的指導力、道徳的こそ力、訴求力ちゃうのこれ、まあやけど、を備えた責任ある大国になったと評価したと。これ、多分ハングルで書かれたものをですね、自動翻訳かけてパーッとチェックして、そのまま出してるんですね。だからですね、日本で使っていない、漢字の熟語が出てきたりします。まあ、大体わかるから。合わせて今後の対外業務の全体計画を樹立したとし、未来を展望すると、中国の発展は新たな戦略的機会の時期を迎え、中国の特色ある巨大国外交はさらに役割を発揮できる新たな段階に入ったと評価した。まあ、何言ってるかよくわかりませんね。まあ、ちょっとこの辺にしときましょうか。ちょっと日本語も変やし。一つ間違いないのはですね、中国がですね、各国に駐在する自分たちのですね、大使をですね、呼び集めて5年に1回会議をすると。
その5年に1回のですね、大使を集めた会議でですね、決めらんと。戦う心を忘れたらあかんでというふうなことを訓示してですね、今ではようやってきたというふうにして、鼓舞したということらしいですね。つまりですね、戦狼外交と呼ばれるですね、こう噛みつき回る変な外交ですね、はまだまだ続くだろうと、基本方針は変わっていないということですね。ふーんっていう感じですけど、大井さんというですね、今の外務大臣ですね、もう長く外務大臣してますけど、今中国外交のトップなんですけど、この方が2020年やったかな、ヨーロッパを回ってですね、こう噛みついて回ったんですね。ちょうどですね、コロナが世界に広がってですね、中国は批判めいたですね、目で見られていたわけですね。お前らが作ったんやろみたいな感じで。で、チェコがですね、その台湾と仲良くして、リトアニアがもう中国に批判的でですね、ヨーロッパがぐらぐら揺れてるように見えたんでしょうね。その時に、ワンイーがどう、何をしたかというと、決めらって。俺らを敵に回したらどういう目に遭うか分かってるやろな、みたいなことを言うて回ったんですよ。ヨーロッパを回って。何をしてんやろな、と思ったんですけど、ワンイーの2020年のヨーロッパを、ヨーロッパをこう歩いて回った行客ですね。でですね、ヨーロッパの空気が変わりました。私から見てる限り。中国を見る目が変わったんですよ。なんやこいつらというふうに中国を乱したわけですね。それ以降ですね、フランスもドイツもですね、中国に対してはちょっとですね、斜め上からの目でこう見てる感じがしますね。こいつら変やということにですね、気づいたみたいですね。だから戦狼外交っていうのはそうやってですね、何でもかんでも強気に出てですね、ギャン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 うるさく言って噛みついてですね、何の得もないと思うんですよね。中国ってそもそもね、外交のですね、伝統がない国なんですよ。近代外交のですね、こう、夜明けはウィーン会議なんですね。これは19世紀前半にあったですね、ナポレオンの後始末しようぜっていうウィーン会議があってですね、そこでですね、どうすんねこうすんねっていうやって、外交が展開されたんですけど、まあその各国からですね、施設がやってきてですね、会議を踊るというわけですよ。まあ舞踏会ばっかりやったんですけど、そこでナポレオン後のヨーロッパを取り決めて、フランスが渡航したと言われてますけども、そのね、が原点、まあその前もあるんですけど、だから外交というのはそのヨーロッパで育ったんですよ。でアメリカという新興国が生まれたんですけども、アメリカも一生懸命そのヨーロッパ風の外交というものを展開するんですけど、やっぱしね、ヨーロッパ側からすると当時のアメリカというのはですね、野蛮な連中、教養のない連中という見方をされていたわけですね。まあ植民地ですから。でその後ですね、19世紀の後半になりますと日本がそこに加わります。日本はどうしたかというとですね、一生懸命そのヨーロッパ風の外交を学んだわけですね。日本の外交のやり方というのは、だからですね、19世紀後半に学んだですね、ヨーロッパ外交の、まあ、ルールであるとか習慣であるとかっていうのをですね、基本にしてるんですね。ところが中国というのはですね、いきなり1949年に建国を宣言して、それから長らく鎖国状態にあったわけですね。お付き合いがあるのはですね、東ヨーロッパ諸国ぐらいでですね、そのいわゆるウィーン会議初の外交のルールや慣習というものをよく分かっていない国なんですね。でそれがいきなり国連の常任理事国になってですね、その世界の外交舞台に立ったんですけども、まあギクシャクギクシャクしまくりなんですよ。でその外交のこう習慣慣習、その言葉遣いというものを分かっていない感じがしますね。毛沢東が周恩来の時代はね、まだね、
またその遠慮というものがあったんでですね、おかしな部分は少なかったんですけども、今になって本当にあの国がですね、あの国の外交というのはですね、本当にヨーロッパ系のヨーロッパ人とかから見ると白い目で見られますね。戦狼外交なんで、あんな下品なことをですねやって何の得もないやろうにですね、彼らはそれが自国の利益にかなってると思ってるわけです。まあ別に、日本は関係ないじゃ関係ないでね、勝手にやってるよという感じでしょ。まあ日本も被害者の一人ですけど、まあ別にええねんそれくらいはという感じですね。ということで、この中央日報のですね、アドレスをですね、一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。